はい、どうも、こんばんは、残業ゾンビです。今日もサイレントヒルやっていきたいと思います。で、前回は教室の鍵を手に入れましたので、今からクラスルーム行きたいと思います。教室の鍵を使って、はい、こんにちは。うわわわわ、出待ち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 。一度伏せたら二度と起き上がらせないぜ言葉を言うのもちょっとタジタジでありますよ何言ってんだか全然わからない。ここ行き来できたって、何、どうしようもなかろう。別に言いなさいとかないもんね。さ、ここの部屋は何もないんだ。また変な、お、また変な BGM になってんな。散乱した椅子は誰が何の目的でいるだろう。すげえ。で、何、なんか続々と鍵を開けてるけど、ここの鍵を開けたのか。おお。そしたら今度はダウンしていくしかないですね。てか、ここ何？この何ルーム？なんかすごいお肉が飾ってありますね。サイレントヒルの人たちお肉大好きだな好きだね、お肉ね。あ、1階に来た。お、お、すぐセーブ場所に行ける。じゃあちょっと探索してからにしようかな。おっと、そんなはしゃいで歩いちゃダメだよダウン。ダウン。なーにこのハングル。わー。薬品と。これあれですよね。患者を移動させるやつ。ストレッチャーだっけそんな変な名前だったっけな。あ、また。これはさ、これについて何の感想もないよね。それに、そこになんか隠しアイテムとかないの？ない。ないないない。はい、ちった。お、ナイスアングル、ナイスアングル。ショットガンの弾がある。しかもこんなに。ありがたい。ありがたいけど、操作が。そしてこれはオロナミン C じゃないですか。こんなに用意してくれるってことは何かが近いってことだよね。分かってます。あ、でここに出たらそういうアングルになるのか。いやー、怖いけど。かっこいいよね今の、ほんとあのアングルとか見え方とかかっこいい。おっちょ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 
おお。先に進めないですね。そういう感じ。左に回す。はい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 、苦手なやつ来たよ。全然わかんねここは超絶早回しだな。左に回してみる。なんかさ、なんか近くない？こういうの法則性とかさ、ない、なつかすごい勘でしかないけど。嘘、嘘、嘘、溶けちゃった。溶けました。超天才だけど、この先進みたくないよね。開けたところでセーブしまーす。セーブしてきました。それじゃあ行きたくないけど行きますか。おっと、エレベーター。なに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 。香ばしい香りがしてまいりました。あっちょっと、あっちょっと。あらちょっと、ただいまの心拍数73。跳ね上がりましたね。ショットガンにします。48発あるもんね。こういう時のショットガンでしょ。ちょっとさ、ちょっとさ、ちょっと全貌がなんか見たくないけどさ、見たくないけど、あ、近い近い近い、近くね、近くね、あ、近いよね。ちょっと待って。え？What was that? Who in the hell was that? それにここはボイラー室。一体どうなってるんだ。わからないことばかりだ。はい。あっけな。なんかイージーモードだったからか、倒しちゃいましたもん。あれですよね、トカゲの動画の話は
まあこのボス戦のヒントというかね、伏線だったんですよね。伏線ってなんだ、伏線だったんですよね。なんか落ちてるよ、大事そうなやつ。ケゴードンの鍵がある、取りますか。鍵落ちてたら拾ってあげないとね、持ち主に返してあげようよ。ボス戦が終わった後の心拍数は90でした70から90に跳ね上がりましたね。さすがボイラーは止まっている。さっき動いてたのにね。はあ、やばかったボス戦やばかったけど、あっけで、もうちょっとね遊びたかったですよね。ごめんなさい。なんか一応ボス戦前でセーブしてるからまたなんかあの銃とかじゃなくて鉄パイプでやってみようかな。そんな怖いことしませんって。何をおっしゃる。ていうか出れない出れないこの扉が目に入らぬか。ああれ、なんてことでしょう。あたりは昼間のようになっております。マジで、だってさっきまで真っ暗だったよあー、ボス戦乗り切りましたね。なんかあ、すごいハリさんの髪型がよく見える。なんか動きがやばいけどすごい髪の毛撫でしてありましたね。鐘の音、教会の鐘か。一体誰が鳴らしているんだ。あは、あ、チャージ、また親切なことしてくれますね。じゃあチャージに行けということでしょうねいやー、裏世界じゃない学校全然怖くない。わあ、普通だもん。なんかこんな明るいところに、てかここセーブあるよね、ポイント、セーブポインター。わあ、ハリーさんがよく見える。ハリーさんの衣装がよく見えるよね。すごい印刷してるし。あ、あった、よかった。じゃあここはもう用なしってことかな。え、中庭に、間違えた、行けなくなってるよ。じゃあもしかしてさ、反対側の方とかも行けなくなってんじゃないの。ほら、行けたはずのところが行けなくなってる。あ、なんだ、あ、地でベットンベットンだったのが普通になってるよ。教員名簿、K ゴードン、名前が載っているな。家の場所を地図に書き写しておこう。おお、そのための教員名簿、なんてことでしょうね。行けるはずだった場所が行けなくなってますね。鍵を開けた。お、すごい、このアングルいいね、このアングル。あら、エントランスじゃありませんか、ここ。鍵を開けた。
久々のシャバだ。久々のシャバですよ。エレメンタリースクール、そっか、これで学校編はひとまず終わりってところですね。いやー、学校怖かった。鍵がかかってる。今さっき入ってたんですけど締め出された。あー、やりましたね。やっとっていうか、初めてのダンジョンっていうかクリアですね。いやー疲れた。もう精神的にゴリゴリやられましたもん。やっぱり室内の方がサイレントヒルは怖いですね。本当に暗かったりね。まあこのサイレントヒルの街の中で3つ世界があるような気がするんですよね、私の中で。この雪が降ってる昼間の世界と、であとさっき夜の世界と、でなんかタレでぐっちゃぐちゃの血とサビの世界ね、あれが裏世界と、まあ、この3段階の層に分かれているっていうところで、エレメンタリースクールだと思ったら全然名前違うのがこれね、ミドウィッチ小学校じゃん。名前間違ってんじゃん。はい、というところで、時間も時間なので、蛍光灯のお家をメモりましたね。あ、メモったメモった。そこに行ったら、まあなんかあるんでしょうね。で、セーブポインターがないと終われないんですけど。ああ、しょうがねえ、行くか。そこまでよ。で、また、外に出たから、ソラカラくんとか犬とかいるんでしょうね。いるよね。そっか、最初に、行っちゃったのは、わ、昼間だもんね、ここ。え？ワンコ。わ、ワンコも久しぶりだな。今ここで久々にビープ音が復活してしまいました。やべえ、こっから先何ビープ音との戦いになっちゃうってこと。参りましたね。あ、っていうか入れない。ちょっと。ここ一回開いちゃって入ろうとして心折れちゃったところだ。蛍光灯の鍵を使った。お邪魔します、シェリルがお世話になっております。私、シェリルの父親のハリー・メイソンと申します。ハードガーの玉があるといます。まずフクロウかな。フクロウの絵だよ。かわいいね。蛍光灯はフクロウ好きだったのかな。おーおーおーおお。それ何それ、ショットガンの弾。ハンドガンの弾だっつって。皿が割れてるな。ちょっと蛍光灯性格荒かったのかな。特に気になるものはない。でもフクロウの絵は気になる。はい、それでは、ゴードン先生のお宅でお別れしたいと思います。
それではまた、バイバーイ。